ギリギリか、間に合わないかも。大丈夫だよ、しおりこちゃん。電車を降りてタクシーで行くとかできないかな。渋滞にはまったらそれこそアウトよ。落ち着こう。焦っても状況は変わらない。乗り換えで走れば間に合うよ。そうですよね、間に合いますよね。最短距離で行けるよう降りるドアも調べなきゃ。そうだね、調べよう。こんな終わりなんてやだ。あの曲を聴かないまま行っちゃうなんてダメだよ。お願い、ランジュさん。私たちの曲なんです、ランジュ。ランジュ、聴いてくれ、僕たちの曲を。はあ、もう、ついてないわ。ランジュはさっさと帰りたいのよ。帰って元の生活に戻るんだから。なのに、こんな、ああ、もう。はあ、早くここから離れたい。ここでのことを忘れたいのに。忘れる。そうだわ。忘れるためには全部置いていく必要があるんじゃないかしら。ここであったこと、全部。宮から送られてきたこの曲も、ここで聴いて、置いていこう。この曲。もう一回、もう一回よ。何よ、何なのよこの曲は。ランジュにこんなものを聴かせてどうしたいの。ランジュは帰るの。帰って元の生活に戻るのよ。もうスクールアイドルはやめたの。終わりなの。終わりって決めたのに。ひどいわ、こんな曲聴かせるなんて。ランジュがずっと欲しかった世界じゃない。ミアとしおりこが見えるみたいね。それにカリン、アイ、同好会のみんなも。この曲歌いたいわ。ランジュも歌いたい。だってランジュたち3人のために作られたものでしょ。この曲のセンターはランジュよ。それしか考えられないじゃない。戻ってもいいのかな。ううん、戻らなきゃ。これはミアとしおりこからの挑戦状だわ。なら正面から行くわよ。